2月12日水曜日、時計の針が午後5時を回りました。 79.2 レインボータウン FM、 ミサヨのふるさと自慢、味自慢の時間がやってまいりました。沖縄県与那国町役場からですね、小峰武則様お越しいただきました。ようこそお越しいただきました。はい、最西端の島とおっしゃいます。と、はい、ことは台湾に近いってことですか ね。 そうですね、台湾まで、あと110キロぐらいですね。そうですか。この全体的にですね、どういう島かご紹介いただけますか。はい、そうですね、台湾まで110キロで日本の一番西の島でですね、はい、ね、東経123度ってちょうどこの四五線がして取ってる島なんですけど、はいはい、面積で言えば28平方キロ、はい、島の周囲も28平方キロですね。一島一町ですね、島、小さな島ですけど、今独立して、やってるということですね。実はですね、与那国島のですね、与那国馬、はい、これがもう大好きでね、ぜひ紹介していただければなと思いまして、はい、スタジオの方にお越しいただいてるんですが、与那国馬ですね、やっぱり先ほどありましたように日本の在来馬8種言いますけど、それのうちの一つということで、体高というんですか、高さがですね、100、親馬でも120センチぐらいなんですね。あら、私の身長よりも低いんですね。はい、でまあ、子馬になると本当にもう私たちのこの半分ぐらいでですね、もうこれが1年に1回は必ず生まれて可愛いんですよ、小さなです ね、 馬がですね。このお馬さんは保護されてるんですか。そうですね、でこれ今何頭ぐらいいるんでしょう。現在150頭ぐらいですね。150頭、はい、でこの保護されたわけがあるんですか。そうですね、ですね、昔はですね、これ一家にこの1頭いたんですが、これがやっぱりこの車社会になりまして、だんだん馬が飼われなくなりましてですね、馬が30頭ぐらいまで減ってきたんですよ。戦後ですね、でそれでこれを、保存会を作りましてですね、この馬をなんとか保存して増やしていこうと、そこからですね、こう運動っていうんですかね、送りまして、今のところそれが30頭から150頭ぐらいまで、30からこの戦後、そうですね、40年50年かけて40年60年かけまして、やっと150頭まで増えた、ということですね。そうですね、これは個人で飼ってらっしゃるんですか。そうですね、主にほぼ個人ですね。そうですか、牧場なんかで飼われてて、で例えば私たちがこう与那国に行きまして、与那国馬に触りたいなってもし申し上げたら、触ることができるんでしょうか。これいつでも触れますね。そうですか、牧場自体が開放されていますので、そこにそのまま車で乗りつけて、そこに行ったら、馬がたくさん放牧されていますので、それをですね、こう自分でも触ろうと思いされます、ね、これは青森でしょうかね。はい、そうですね、与那国から持ってきました、青森ですが、これ度数がすごい高いんですが。そうですね、唯一日本で、ですけど酒税で認められているその60度という酒ですね。60度、はい、これはもう原酒に近い、原酒ですね。あ、原酒、ほぼ原酒なんですね、実際は工業用アルコールとして認められてますんで、飲酒です、飲食、そうですか、飲料用でありますけどね。そうですか。でこのお酒を、青森を飲みながらですね、美味しいものもたくさんあるんでしょうね。そうですね、島はやっぱり小さいですか、海、周り海囲まれていますので、カジキとかですね、カジキ、マグロとかですね、いろんなヒラアジとかですね、そういうものとか、ヒラアジ、ガーラと言うんですけど、まあ、ガーラですか、釣り人は誰よく分かる、GT という、このアジの仲間なんですけどね、そういう、それの60キロとか50キロとか、そういった大きな味で60キロです、ね、あら、そういうのを釣れますね、皆さんにですね、ぜひ来ていただきたいと、現地のお言葉でですね、PR していただければ嬉しいなと思うんですが、ありがとうございます。だいたい石垣まではなんとか来るんですけどね、これからもう一歩足を伸ばしてほしいということですね、日本全国の皆さん、一度はですね、与那国島にですね、切り取らし割り、あ、来てくださいって意味ですね、いいですね、もう一人でも多くの方に行っていただきましたよ、そしてそのカジキ釣りのこう体験なんかもできるんでしょうかね。カジキ釣りの体験ももちろんできますし、大会も1年に1遍やってます。大会、これはいつ頃あるんですか。これですね、だいたい毎年7月の第1週金土日で、7月なんですね、
与那国のことを知りたいなと思いましたら、はい、どういうふうにすればよろしいですかね。与那国町役場ってその検索でですね、与那国町のホームページを探してもらえば、そこからいろいろ展開できると思いますので、与那国町役場のホームページ、与那国町役場というふうに検索をしていただいて、はい、いろんな、観光ですとか食ですとか、そうですね、ね、そういうことを、はじき釣りがいついつあるよとかいう、そういうご案内もしてるんですね。ぜひ検索をしていただきまして、一人でも多くの方がですね、与那国島に、はい、お出かけいただければなと思います。またぜひですね、お越しいただければなと、はい、わかりました。情報をぜひいただければ、私の方からもまたご紹介ができるんじゃないかなと思いますので、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、沖縄県与那国町役場の小峰、竹則さんにお越しいただきました。